ヘオルヒナ・オリバイ・セルンは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、タラサ出身の女子フィールドホッケー選手、ホッケー女子スペイン代表、1990年にカタルーニャ州バルセロナ県、タラサに生まれた。タラサは1992年に1992年、バルセロナオリンピックのホッケー競技が開催されるなど、スペインでも特にフィールドホッケーが盛んな町である。 2006年からホッケー女子スペイン代表に選ばれている。2006年にスペインのマドリードで開催された女子ホッケーワールドカップでは4位となった。2008年には中国で開催された2008年北京オリンピックホッケー競技に出場し、スペイン代表は一次リーグで敗退して7位となった。2014から15シーズンのワールドリーグでは最優秀選手に選ばれた。 2016年にはブラジルで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックホッケー競技に出場しスペイン代表は準々決勝でイギリス代表に敗れたがイギリス代表はその後金メダルを獲得している2018年にイギリスのロンドンで開催された女子ホッケーワールドカップでは銅メダルを獲得した2019年にベルギーのアントワープで開催された 女子ホッケーヨーロッパ選手権では銅メダルを獲得した。ありがとうございます。